ですは、アレクシス・セルアーが設計した動的、スタイルシート言語である。SAS に触発され、後に CSS に似たブロック形式構文を採用した新しい SAS の SCSS 構文に影響を与えている。オープンソースソフトウェアであり、最初のバージョンは Ruby で組まれたが、以降は、非推奨とされ JavaScript に置き換えられている。インデント公文はネストされたメタ言語であり、 プログラム意味論上、有効な CSS は有効なレスコードである。変数、ネスティング、ミックスイン、演算子及び関数に対応しており、他の CSS 用、プリコンパイラとの主な違いはブラウザにより、レス JS を経由して、リアルタイムのコンパイルが可能な点である。クライアント側とサーバー側で実行でき、単純な CSS にコンパイルできる。 変数定義は、アットマークで始まり、代入記号にはコロンを用いる。変換時に変数値が出力され、CSS に挿入される。カラー、4D926 回。ヘッダー、カラー、カラー。H2、カラー、カラー。コンパイル結果ヘッダー。カラー、4D926 回。H2、カラー、4D926 回。 クラス内の属性値に別クラス名を指定することで、クラス属性を別クラスに転用して組み込めるので、定数や変数のように振る舞うほか、関数のように引数を使用できる。CSS はミックスインに対応しておらず、同一コードを各位置に連記する必要がある。これにより、効率的なコーディングや記述の簡略化だけでなく、内容変更を容易にする。 ラウンデットコーナーズ。ボーダーラジアス。ラジアス。ウェブキットボーダーラジアス。ラジアス。モズボーダーラジアス。ラジアス。ヘッダー。ラウンデットコーナーズ。フッター。ラウンデットコーナーズ。コンパイル結果ヘッダー。ボーダーラジアス。5PX。ウェブキットボーダーラジアス。5PX。モーズボーダーラジアス。5PX。フッター。 ボーダーラジアス 10px ウェブキットボーダーラジアス 10px モズボーダーラジアス 10px CSS は論理的なネスティングに対応しているがコードブロック自体がネストされていないですにより他のセレクタ内部のネストができ明確な継承や簡略化に役立つヘッダー H1 フォントサイズ 26px フォント ウェートボールド P フォントサイズ 12PXA テキストデコレーションナンホバーボーダーウィルス 1PX コンパイル結果ヘッダー H1 フォントサイズ 26PX フォントウェートボールドヘッダー P フォントサイズ 12PX ヘッダー PA テキスト デコレーション、何ヘッダー PA、ホバー、ボーダーウィルス、1PX。演算子は、プロパティの値や色の加減上場を行い特性感の複雑な関係の作成に活用し、関数は1対1の JavaScript コードを使用し、値の操作を行う。ザ・ボーダー、1 p x ベースカラー、111。レッド、842,210。 ヘッダー、カラー、ベースカラー3、ボーダーレフト、ザボーダー、ボーダーライト、ザボーダーにフッダー、カラー、ベースカラー003300、ボーダーカラー、デサツラテ。コンパイル結果ヘッダー、カラー、333、ボーダーレフト 1PX、ボーダーライト 2PX。フッダー、カラー11 4, 4 11、114411、 ボーダーカラー 7D2717。共に CSS プリプロセッサとして、規格化したプログラミング技法で整った CSS を記述できる。レスのバージョン1.4以降は、ネスティングや、エクステンズとエクステンズ記事セレクタを経由した、継承に対応した。それ以前の SAS など、他のプリプロセッサとの主な違いは、 CSS コードの重複回避に役立つ、クラス全体のルールの継承をサポートするための、思考的エクステンズ要素の有無であった。SAS は、CSS の簡素化し拡張するため設計された。一方のレスは可能な限り CSS 規法に従い、設計されたので、公文は既存の CSS コードと同じであった。その結果、既存の CSS は有効なレスコードとして使用できる。 さ s サスの新バージョンでは、SCSS と呼ばれる CSS に似た公文を導入した。より多くの公文の比較については、https://gist.github.com/.674726 を参照。ま<と>ありがとうございます。